任天堂ダイレクトをご覧の皆さん、こんばんは。動物の森シリーズのプロデューサーをしています江口です。今日は任天堂 3DS 用の動物の森シリーズの最新作アニマルクロッシングニューリーフについて少しだけご紹介しようと思います。今回の動物の森もプレイヤーの皆さんが個性豊かな動物たちが暮らしている村に引っ越してくるところから始まりますが、これまでと大きく違うことは、村の役場で村長さんの秘書として働いている静江さんの勘違いから村長さんの役割を引き受けることになってしまうということです。村長さんになるといっても、これまでのシリーズ同様に何をするのもしないのも自由なのはゲーム全体を通して変わりませんので、村長さんだからといってやらなければならないことが増えるわけではありません。でも、もしこれをしようと思ったら、これまでのシリーズと比べてものすごくいろいろなことができるようになっています。例えば、公共事業という名目で村の屋外にいろいろなオブジェを置いて村長さんの個性があふれた村を作っていくことができますし、条例という名目で自分のプレイスタイルを村の暮らしに反映させることもできます。それから、好きな家具を集めて自分らしい家を作っていくのも動物の森の楽しさの一つですが、本作では家具の色を変えたり布地を張り替えてリメイクすることができますので、家具のバリエーションは非常に増えました。さらに家の外観もアレンジできるようになりましたので、外から見ても中に入ってもオーナーの個性があふれた家作りが実現できます。もちろん、プレイヤー自身の服装についてもトップス、ボトムス、靴といった要素に分けられて、組み合わせの自由度が格段に増えましたので、ファッション面でもアレンジの違いがあると思います。それから、本作は通信プレイの要素にも非常に力を入れました。これまで同様に友達の村に遊びに行くことはもちろん、すれ違い通信でいろいろな人の家を見ることができますし、インターネットを介して知らない人の村を見に行ったり、常夏の島で一緒にミニゲームのツアーを楽しむこともできます。一足先に昨年11月に発売された日本では、すでに270万人以上の村長さんが誕生していますし、秘書の静江さんのツイッターにはフォロワーが16万人もいて、任天堂の公式ツイッターのフォロワー数よりも多くの人が注目してくださっています。この任天堂ダイレクトをご覧の皆さんも、早く村長さん仲間に加わってほしいのですが、ローカライズにもう少しだけ時間をいただきたいと思います。お待たせして申し訳ありませんが、アニマルクロッシングニューリーフはこれまでのシリーズの集大成といえるほど内容が満載ですので、ぜひ楽しみにしてください。今日はご覧いただいてありがとうございました。